シマサシガメスファダナレステスインプレセコリスは、サシガメ科のカメムシの一種。白黒まだら模様を持つ、細身でふわしの長いサシガメである。全体に黒で、白斑があり、光沢が強いカメムシ。体長は18から19ミリメートルほど。頭部は細長くて、左右の複眼の後ろの円をつなぐような横溝がある。複眼は黒。触角は、とても細長く。 第一節が最も長い。第二節は一番短く、それより先の節はやや長い。頸部は細くなっている。前胸背面は前半部と後半部に区切られる。前半部の円前端は小さく棘状に突き出ており、また背面は中央の縦溝があり、二つの多少とも休憩っぽい二つの盛り上がりに区切られる。後半部は小中線が多少くぼんでおり、 後方両側の側角は丸く突出する。色は全体に黒で、側角より、前の円添屋や内側に淡い反紋があり、また小中線沿いにも、淡い色の部分が出ることがあるが、それらの淡い色の部分は、個体差がある。小立て板は黒で、後端が淡い色になっていることが多い。前肢は、淡褐色で、半透明、侵略は暗い色で、その先端は、腹部後端を超えて長い。 腹部角節の側面部は前半が黒で後半が紅白色であり、羽をたたんだものを真上から見ると腹部に黒と白の横縞があるように見える。腹面側は頭部の中央が白く、胸部は黒、腹部は中央部が紅白色で、円には不規則な黒い反紋があり、これには変異が多い。ふわしは細長く、陣色は黒で、角足のもも節には3個。 警察では基部に一つの紅白色の反紋があり、やはり島模様に見える。葉裏で獲物を捕食中獲物は、小型の甲虫本州、四国、九州、及び周辺の伊豆諸島、五島列島、津島から知られ、国外では台湾、朝鮮半島、中国、インドにまで分布する。日本各地で普通種である。初夏に多く見られる。樹上や草村で見られることが多く。 ヨモギハムシ、アオバネサルハムシ、ヒゲナガマルノミハムシ、アザミカミナリハムシ、ナナホシテントウなどのカブトムシ、それに、チョウメなどの小型昆虫を捕食する。なお、成虫は発音する習性を持つ。本種の属するシマサシガメ属は、約185種を含む大きな属で、オーストラリア以外の旧世界に広く分布している。日本では、本種が普通種であり、本土では、 他の種はいない。南西諸島の八重山からは次の種が知られる。他族で本種と似ているものにヤニ差しガメバイネス、ナデピスがある。全体に黒くてツヤがあり、ふわしに紅白色の縞模様がある点も、本種と共通するが、ふわしの縞模様がより強く、また数が多い。この種は松の木の絵に見られ、松ヤニを被ったような粘り気がある。他に、 モンシロサシガメ族来のコーリーズは本族と似ている。特にモンシロサシガメアールルコスポラスは腹部の縁に白藩が並ぶ点も本種と共通で、しかし足には縞模様がない。本州から北海道、それに千島からシベリアなど北方系のもので北海道では普通に見られるという。ちなみに名前の上で似ているものに赤島サシガメヒーマテロエチャ、 ニークロールーファがあるが、反問も形態もあまり似ていない。この種は、赤も違っていて、ビロード差し紙赤に属し、やや扁平でがっしりした姿のものである。以下、種として、石井ほか、P251、石川ほかへん、P263、石井ほか、P251 やスマツほか、P94 やスナガほか、P175、伊藤田変ん P118、P ただしこれ以外の参考文献はこれに触れていない。この項、主に石、石川ほか編、P263 安すながほか、P175 安松まつほか、P94、石川ほか編、P262、石川ほか編、P234,236。ありがとうございます。